ストー当社のグローバル展開に突っ込み続出。旧ジャニーズからの脱退正解かはじめに2023年、平野志陽、岸ユ太、神宮寺ユ太の3人が結成したグループ、ナンバーアが新たな舞台に挑戦する。しかし、旧ジャニーズ事務所の後を追う形で新たなエンターテインメント会社、ストー当トエンターテインマントが誕生した。 その新プロジェクトがファンや関係者の間で賛否両論を呼んでいる。本校では、ストー当ー社の動向とグローバル展開における矛盾点に焦点を当て、ファンたちの反応を探りながら、彼らが脱退を決断した意義について考察していく。 ストートー社の発表とツッコミの声12月8日、ストートーエンターテインメントが発表され、その公式サイトには DX 化、グローバル展開、メタバース市場参入といった新たな試みが掲げられた。しかし、特に DX 化において独自の音楽配信サービスを立ち上げるという数文が物議を醸している。 これにより、旧ジャニーズ事務所が保守的だった音楽のデジタル化に逆行しているとの批判が噴出している。サブスクリプションの矛盾以前のジャニーズ事務所では、サブスクリプション、低学生、配信やダウンロード配信に消極的な姿勢が見られた。しかし、近年では嵐やトラビスジャパンがサブスク配信を解禁するなど、デジタル化への対応が進んでいた。 一方で、ストー投社は、独自の音楽配信サービスを打ち出し、これがグローバル展開との矛盾を引き起こしていると指摘されている。ファンは、既存のサブスクリプションサービスが存在する中で、なぜ独自のサービスが必要なのか疑問を抱いている。グローバル展開の課題ストー投社のもう一つの新しい試み、グローバル展開も疑問の敵である。 既存のサブスクリプションサービスはすでに世界中で利用されており、それらを利用することで簡単に旧ジャニーズの楽曲を提供できる状況にある。そのため、独自のサブスクリプションサービスを提供する必要性が問われている。また、これがグローバル展開にどのような形で貢献するのか、具体的な説明が欠如していることもファンたちの不安を募らせている。 トベの取り組みとグローバル思考を対照的に、旧ジャニーズ事務所を離れた滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテイメント会社、トベ、では、グローバル展開に対する真摯な意向が感じられる。特に K-POP のような流れを取り入れ、すべての配信プラットフォームで楽曲を提供する姿勢が見受けられる。 これは、世界的なサブスクリプションサービスを利用することで、アーティストの音楽が海外で広く聞かれる可能性を秘めている。トベのアプローチは、ストーと社と比較してグローバル志向が強く、これが今後のエンターテインメント業界において有益な戦略となるか注目される。ナンバー I の脱退の意義ナンバー I のメンバーたちが旧ジャニーズ事務所を離れ、 トベに参加した経緯には、世界進出の難しさや新しい挑戦への欲求が影響していると言える。旧事務所では、国内の仕事が優先され、世界進出の目標が果たせないままだった。しかし、トベへの参加によってグローバル志向が高まり、既存のサブスクリプションサービスを活用する姿勢が鮮明になった。 ファンたちの期待とともに、ナンバーアイの新たな舞台が始まる。ストートーエンターテインマントへのグローバル展開に対する突っ込みが多い中、トベが既存のサブスクリプションサービスを活用し、グローバルな視野でアーティストの活動を展開していることが浮かび上がる。ナンバーアイのメンバーたちがトベに参加したことは、 グローバル進出の難しさを実感し、新しい挑戦に向かうための正しい選択だったと言える。今後、両者の動向に注目が集まり、エンターテインメント業界の未来に新たな波が訪れることだろう。